おはようございます。7月12日10時25分モーニングショットをお届けしたいと思います。ドル円でございますが、140円のちょうど10で売り、140円の30でストップ、139円の5040で利食いというふうに考えましたが、もう今139円の37割れまで下落をしております。140円台はなかなか売れる感じではなくなりました。まあ、139円台、戻りの6070を様子を見ながら売るかどうかといったところかなというふうに思います。ユーロドル 1.10 の05 1.0995 で買いから 1.0975 でストップ 1.103040 利食い、ユーロ円154円の1525売り、154円の50ストップ、153円の5040利食いというふうにイメージをいたしました。ポンド円です。181円の0515の売りから、181円の45でストップ、180円の2010利食い買い戻しというふうに考えました。タイドル 1.293525 の買い、 1.29 ちょうどでストップ、 1.29 の8090利食い、OG 円94の1020売り、94の40ストップ、93の4030利食い、タイトルは 0.668070 買い、 0.6650 でストップ、 0.67 の4050の利食い、ニュージー円86円の9087円ちょうどで売りから、87円の30ストップ、86の6050利食い、タイドルは 0.62 の05、 0.6195 で買いから、 0.6175 でストップ、 0.62 の4050の利食いというふうにイメージをいたしました。アメリカの CPI の発表の前にロングの手締め売り、まあ損切りですねが出ているというようなイメージかと思います。ここまで急激に下落をしてきたことで、ロングが、まあ、切り切れてないロングが結構上に溜まってしまったかなと。しかもそれで今晩 CPI が悪いという話になれば、一気に下落をすると思った連中が今日は140円台前半からでも売ってきたと。これが139円の50のストップも引っ掛けて、今40も割れて、なんか139円が見えてくるという、なんか恐ろしい下落になってきております。過度な変動は好ましくないのではないかと思いますが、財務省からなかなか返事、そういったコメントは出てこないんだろうなというふうには思います。まあ、レベル間で買うわけにはいかないので、戻り売りという形で、見ております。本日もまたよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。